2月25日まで名物かまど坂出駅南口店かまどホールでは牧甲州クレーワークス展が開かれています。会場には観音寺市出身で国内外で活躍する陶芸家牧甲州さんの美しく個性あふれる作品の数々が並んでいます。古い作品もありますし、新しく作ったのもありますし、まあ、過去いろいろなんか技法も使って、制作してきましたけど、それは全部集めたって感じでしょうかね。まあ、集大成的かなとは思ってますけどね。これはまあ、オブジェですけど、ろくろで作ってるんですね。一見するとろくろで作ってないように見えるんですけど、こういう丸い鉢を引きましてね、柔らかいうちに閉じてるだけなんです。こんな形になるんですね、うん、面白いですよね。なかなか見たことがない、もう本当に単純な発想なんですけどね。で継ぎ目をわざとこう残してる。であそこは偶然プラックが入ったんですけど、それが面白いなと思ってそのまま取り入れたという。で丸い円形状に日の丸状になってるのは、まあ、備前焼きなんかでボタン持ちってやつなんですけどね。ボタン持ち置いてるようになってるから、耐火度の強い土を上に乗せて焼くと、あそこだけ自然の灰がかぶりませんので、地の色が出てきたのようになってるんですけどね、細かく言うと。でもまあ私の場合はその使ってる木は みんな古いんですよ。まあ、ロクロもそうですしね、大昔からありますから、でもロクロっていう技術を使ってどこまでできるのかっていう感じはありましたね。偶発的なんですよ。ロクロ引いてて、例えばそういくらプロでも失敗する時もあるんですね。少しこうひん曲がったりとか、手が間違ってこう触って歪むとか、でそれを見るとヒントがあるんですね、そこに。だからどう言ったらいいんですかね、自分のその拉致の仕事じゃなくなるんですね。拉致外の仕事、そこで思いつくんですよ。あ、これは面白いなと。まあ、造形ありきなんですよ、私の場合は。思いはな あんまりないというか後なんですよ。美術って言語を扱ってるわけでもないし、文字扱ってるわけでもないでしょ。だから思想なんで後からのもんですわ。形ありきです。まあ、ろくろでここまでできるのかということをね、古い技法を使って もう現代の生活空間にマッチしたような だと思ってるんですよ、私は。違和感のないものだと思ってるんですけど、モダンでシャープで、シックというか、そういう作品を、ね、作ろうとしてますし、でも技法は古いと。1000年、2000年前からある技法を使ってると。まあもうこの延長でしょうね。はい、まあ、より発展させていくというか、そういうふうに思ってますけど。牧甲州クレーワークス展は25日までかまどホールで開催中です。また11日にはギャラリートークも予定されています。